炎太郎は、日本のプロレスラー。本名、高橋炎太郎。情勢大学在学中にヤブサメとして、学生プロレスを始める。1999年5月8日、レッスル夢ファクトリー、埼玉県所沢さんアビリティーズ大会において、FM 太郎として、三浦博文、福面太郎とタッグを組んで、対、加藤茂雄死神音量組戦でデビュー。2001年、 海援隊土壌に移籍し、リングネームを源太郎に改名。同年、軽土壌を退団。2002年、DDT プロレスリングに入団。後に、佐々木隆史とタッグチーム、赤レンジャーズを結成。2003年、DDT を退団。2004年、アパッチプロレス軍に入団。2006年6月に新日本プロレス主催、ベストオブスーパージュニア初エントリー。 公式戦では、タイガーマスクから勝利も得た。2009年8月8日、アパッチが解散。8月、佐々木らと共にプロレスリングフリーダムズを設立。2012年8月5日、フリーダムズ札幌定戦ホールヒル大会において、試合終了後に体調不良を訴えて、緊急搬送されて入院。検査の結果、脳梗塞と診断され、 以降に予定された試合はすべて欠場となる。8月27日以降、フリーダムズの工業で募金箱が設置された。9月17日、フリーダムズ新規バファーストリング大会は、ゲンタローエイドと題した大会に変更されて、収益すべてが治療費に充てられた。また、アイスリボンがゲンタローエイドと同日同時間帯に予定されていた、同情マッチの時間帯を変更して、 フリーダムズで提供試合が行われた。2013年1月、病院を退院してからは、復帰を目指して、リハビリを行う。5月2日、フリーダムズ後楽園、ホール大会で行われた、キング・オブ・フリーダム・ワールド選手権試合に、チャンピオンベルトのプレゼンターとして来場して、退院後初めて観客の前に姿を見せた。補助なしではリングに上がれない状態ながらも、 自ら佐々木にチャンピオンベルトを手渡して、いつか、いつか、このベルトに絶対、挑戦するからな、それまで守れよとスピーチを行った。その後、リハビリを兼ねながら、復帰に向けて、トレーニングを積んだ。2014年5月2日、フリーダムズ後楽園、ホール大会で復帰戦が行われ、球場前と変わらぬ、ビルドアップした肉体を披露。8月25日、 新宿フェースで自主工業、ゲンタローエイドに出てくれたみんな大集合を開催。かつては跳躍力を生かした美しいフォームの空中殺法を得意としており、ショーン・マイケルズやブレッドハートを強く意識したファイトスタイルであったが、近年ではグラウンド重視の試合展開や移転、集中攻撃などの試合組み立てを重視したプロレスを得意にしており、試合運びのうまさには、 定評がある。ありがとうございます。